僕たちが生まれた時から当たり前のように使っており、30万種類以上存在すると言われる苗字。今回の動画は苗字の成り立ちについてお話ししますが、苗字があることなんて当たり前すぎて深く考えたことがないって方がほとんどなのではないでしょうか。ですが、ひとたび苗字のルーツを探り出すと、そこには日本の面白い歴史が見えてきます。例えば皆さんは、天皇には苗字が存在しないということをご存知だったでしょうか。なぜ天皇には苗字が存在しないのでしょうか。その理由は、もともと苗字は自分の身分を表すツールであり、天皇には必要のないものだったからです。古来より天皇とは頂点に立つ存在であり、苗字を使って身分を表す必要がありませんでした。また苗字の歴史をたどっていくと、半分以上の日本人は平安時代に栄華を極めた一族、藤原氏と血縁関係があるかもしれないと言われています。今回の動画は、あなたの先祖が辿った苗字の歴史を知り、ほんのちょっとだけ人生を豊かにする内容となっています。また、動画の後半では、あなたの先祖の身分や職業を調べる方法を紹介します。ぜひ最後までご覧ください。苗字の歴史はちょっと複雑で、古代日本の大和政権まで遡ります。当時は、苗字という言葉は存在せず、宇治やかばれという言葉が存在していました。これらを簡単に説明すると、宇治は一族のグループを表すものであり、かばねは一族の地位を表します。例えば、大和政権では、後の天皇家となる大君を中心とした豪族たちの連合組織が作られていました。大君は、同じ血縁関係の豪族たちに宇治を与え、グループ化を図りました。例えば、ある血縁関係の豪族を蘇我氏と呼び、また別の血縁関係の豪族を物の部氏とグループ化したわけです。そして大君は一族に姓を与えることで、その一族の地位を表しました。当時の政権には8つの地位が存在し、彼らはそれを呼び名として名乗っていました。こうして、誰がどこの一族におり、どれだけ偉いのかをはっきりさせたわけです。それから時が経ち、飛鳥時代に入ると、藤原氏と呼ばれる一族が登場します。藤原氏は、大化の改新を起こした中富の鎌足を祖とする、当時最大にして最強を誇った一族でした。平安時代には、天皇家と親戚関係になることで、政治の実権を完全に掌握し、長い長い繁栄を見せました。しかし実は、この藤原氏の活躍が、現在私たちが当たり前のように使っている苗字に大きく関係してくるんです。平安時代に入ると、藤原氏は朝廷内で圧倒的な力を持つと同時に、一族の人数が多くなったことで、お互いの区別がつきづらくなっていました。例えば藤原氏は、こんな感じの会話が行われていました。私は藤原の阿孫である。ん?私も藤原の阿孫であるぞ。え?どっちも藤原の阿孫なの?なんだか間抜けな会話のようですが、それだけ藤原一族が急激に増加したわけです。そこで彼らは自分たちが住んでいた屋敷の名前や住所を絡めて名前を名乗っていました。例えば、藤原の阿孫一条とか、藤原の阿孫九条みたいな感じです。これが苗字の始まりと言われています。また、爆発的に増え続けていた藤原氏は4つの家に分かれ、朝廷に君臨していました。しかし、藤原の道長を輩出した藤原北家以外は、出世の道を諦め、貴族から武家へと変化し、全国に広がっていきました。同じ頃、朝廷は、大仏建設や度重なる遷都により、財政難に陥っていました。すると天皇は、財政改革の一環として、多くの皇族たちを朝廷から追い出す政策を取りました。こうして多くの皇族たちは、皇室を離れ、民間で生活することを余儀なくされたわけです。ある皇族は民間に下る際、天皇から、お前と私の源は一緒だ、という意味から、源という宇治を授かります。これが源氏の誕生です。さらに別の皇族は、平の宇治を授かり、民間に下ります。こうして全国各地に、藤原や源、平を名乗る豪族や武士が出現しました。彼らはその地に土着していくと同時に、徐々に苗字を変化させながら、全国に広がっていきました。例えば一番有名なのは、16頭と呼ばれる藤原氏の末裔たちです。多くの藤原氏は地方の豪族たちと結びつき、その場所で勢力を持つようになりました。すると彼らは藤原の藤だけを取って様々な苗字を名乗り出します。例えば、佐藤、斎藤、須藤、内藤など、その種類は当時16を数えます。これをまとめて16頭と言いました。現在、藤がつく苗字は100種類を超えています。
中でも最も多い名字は佐藤です。日本の名字ランキング1位でもある佐藤は、きっとあなたの知人にも一人はいるのではないでしょうか。佐藤という名字は藤原氏の末裔の中で左衛門の丞という役職に就いた人が左衛門の丞藤原と名乗ったことから広まったとされています。また藤の名字で次に多い伊藤は、伊勢の神という地方官に就いた人が伊勢の神藤原と名乗ったことから広まったとされています。いずれにしても藤がつく名字の方はルーツが藤原氏にある可能性は十分に考えられます。藤原氏がどれだけ繁栄したのかを表す有名な短歌望月の歌にもあるように、藤原氏はこの世のすべてを掌握したと豪語するほどノリノリな時代を送っていました。それだけ巨大な勢力を持った藤原一族は、果たしてどれだけの子孫が存在し日本に広まったのかは定かではありません。ですが研究者たちの間では、日本の家の半分以上は藤原氏の末裔に当たるのではないかと推測されています。もしそうだとすれば、なんだかロマンのある話だなと思いますよね。また藤原と違い、源や平という名字は日本ではあまり見られません。しかし源や平から生まれたとされる名字は現在様々な研究で明らかになっています。例えば鈴木や高橋は源氏から、小林や中村は平氏から生まれた名字と言われているそうです。先ほども言いましたが、源氏や平氏は皇室を離れ民間で生活する羽目になった皇族でした。つまりこれはどういうことかというと、あなたの遠い遠い先祖は皇族であった可能性があるというわけです。こう言うと多くの人はそんなわけないだろうと言いたくなりますが、今回参考にした文献によれば、自分のルーツをたどると皇族の末裔につながるケースは決して稀ではないと言われています。しかしそんな名字の歴史にはある問題点があります。それはどんな名字にするかは自分で決めることができたという点です。現在30万種類以上存在する名字は、鎌倉時代や室町時代から爆発的に増えたと言われています。なぜならこの頃から農民の間でも名字が使われ始めたからでした。最初にお話しした蒲根や宇治というのは天皇しか命名することができない制度として存在しましたが、名字というのは自然と発生したものだったため勝手に決めることができました。ですので、たとえ自分の名字に藤がつくからといって必ずしも藤原氏の末裔とは言えないわけなんですね。しかし自由に決めることができた名字も、江戸時代に入ると途端に制限され始めました。その理由は、名字が身分を表す道具として使用され始めたからでした。江戸幕府は武士や農民の身分を分けるために名字を名乗ることができるのは上位階級のものだけと厳格に規制しました。こうして名字が身分の象徴になったため、武士や一部の庶民以外は名字を使用することが禁止されていきました。ですが江戸末期に起きた明治維新によって名字のあり方が大きく変化することになります。明治新政府は財源を確保するため国民一人一人から確実に徴税することが求められました。そこで新政府は国民に戸籍登録をしてもらうため名字と実名を登録させ、国民を管理しやすいように制度を定めました。さらに新政府は勝手に名字を変更できない制度を作り、厳格に戸籍を管理しました。これにより庶民たちは名字を名乗ることが義務付けられ、全員が名字を所有するようになります。つまり名字は身分を表すものから一変して戸籍を表すものへと変化したんです。しかしこれは同時に、僕たち日本人が自分の家のルーツを探すために大きな手助けとなります。では最後に、あなたの先祖の身分や職業を探す方法をざっと紹介してこの動画を終えたいと思います。あなたの先祖を調べるために必要なステップは大きく2つあります。1つは戸籍取得です。まず自分を起点として親族の戸籍を可能な限り古いところまで取得します。これにより場合によっては明治初期頃まで先祖の戸籍を取得することができます。そしてもう一つが、図書館などで郷土史を借りることです。戸籍が分かったら自分の先祖が住んでいた地域の郷土史を読んでみると、先祖の生活が鮮やかによみがえります。郷土史には日本史に残る大事件だけでなく、その地域にあった小さな事件も描かれています。例えば僕の先祖が住んでいた場所の郷土史には、農民同士で川の流れをせき止めたとか、村人同士が鍬を持って乱闘騒ぎを起こしたといった事件が詳細に記載されていました。またその地域一帯で農業が盛んだったことから、おそらく農家出身であったことも推測できました。この中に自分の先祖も混じっていたのかなと思うと、なんだか不思議な感覚になります。いかがだったでしょうか。先祖が生きた文脈を知り、その上で自分の人生を考える、そしてその思いを次世代に伝えていくことに大きな意味があると思います。ぜひあなたも自分の先祖を遡ってみてはいかがでしょうか。
いつも動画を見ていただきありがとうございます。これからも動画投稿頑張ります。よかったらチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。